竜宮神社は、北海道をたるし、稲穂に鎮座する神社である。旧社格は豪社。祖骨和田と美信、中津和田と美信、上津和田と美信の和田と水神を主催神に、とゆけ姫命、大物主神、大彦の命、官武天皇を廃止する。明治2年に、国有地払い下げの折、榎本武明が少子を設けて演奏である、官武天皇を奉仕したのが乱章で、 同9年に移民の安寧を図って、北海鎮護の被体を建納し改めて神社として、創始し、その後江差市長の京派神道竜宮教会文書が、明治19年4月に、現社地に移転指定の元創始の創始を行使し、これを竜宮殿と称したが、同29年7月に、本間富雄がその土地と社殿のすべてを譲り受けて、初代社主となり、翌30年社殿を改築して、 大和脱美神社と称し、同年6月には、国から神社として認められた。翌31年4月に原社名に改称し、大正5年3月に孫社に、列格、同7年12月長京町に鎮座していた小樽、伏見神社を境内に先座し、昭和3年9月には合社に昇格するとともに、新鮮平白良とも新神社に指定された。なお、鎮座地である稲穂は、 明治3年に開拓法眼である岩村道都氏が命名したものであるが、稲穂はアイヌが最具として用いる稲唄にちなんだなであって、古くはアイヌが斎場としていたところであると伝えられる。現本殿は大正15年に組織された造営会の下で改築に着手し、昭和16年に竣工したもの。本殿は、 新名作りで、拝殿は桁雪三軒、張間三軒の切り妻作り、平入りの正面中央間に、張間一軒向き切り妻作りの後輩を付した形態。屋根は共に銅板向き。ありがとうございます。